こんにちは。高橋鍼灸院の高橋です、今日はですね、肩こりに効くツボと、その押さえ方を紹介したいと思います。ですね、ツボの名前は牽制って言います。で、文字通り肩にありますね。で、場所はどこかというと、まあ、皆さんがよく肩こったなって言った時にこうしがちでしょう。こうまさにここです。はい、なんで、まあ、ちょっと、押さえ方を伝えする前にちょっと今の肩の状態をですね確認してもらって、まあ、動きに重みがないか、痛みはないかっていうのをちょっと見てもらって、はい、で押さえ方ですね、まず手の形なんですけど、こういうふうに、ホックのように、何、鍵のようにっていうのかな、作って、でこの指先のそうですね、3本半ぐらいで押さえるんですけど、まあ、いつものようにこう肩にこうかけてもらって、はい、かけます。で、ちょっと指先にちょっとグッと入れて、あとはですね、こっちの、押さえてる方の肩ですね、ここから、力を抜きます。なんで、かけて、下ろして、力抜いて、指先だけちょっとこう、何、引っ掛けてるっていうぐらいで、腕全体は、力を抜いておきます。で、この腕の重みでですね、圧迫するという感じです。で、まあ、これ不自然な動きではないんで、その、まあ、会社だったり、ね、買い物中だったり、ちょっとした時間でも、なんかの待ち時間にこうやってもらうと、少し楽になりますね。で、あとどうしても、凝りが、強い方に、もうちょっとこう、凝り解消したいという方は、ちょっと重りですね、まあ、ペットボトルでもいいんですけど、とかダンベルでもいいんで、これをまあ持っていただいて、で、さっきみたいにこうかけますね。で、それで、この腕をですね、後ろに引いて、こうブランブランと振り子のように動かします。そうすると触っているところの筋肉がこうゴリゴリ言うのが分かると思うんですけど、こんな感じで、まあ、ゆるーく振り子のように。で、この時に、後ろに引いて、その反動でなるべく揺らすと、はい、これはそのコリのひどい方におすすめです。で、ちょっとまあこういった形で左右やっていただいて、で、もう一回動かしてみてどうですかね。まあ、結構軽さが出てるのと動きやすさが出てると思います。うん、で、まあちょっとしたことで体って、まあほぐれたりしますんで、まあね、日常生活の中で肩が凝ること多いと思うんですけど、ちょっとの隙間時間でこういう、自分の体をほぐすようなことをやってもらうと、まあ、長期的に見て、体が楽になっていかれると思います。はい、ということで今日のご紹介は牽制でした。で、まあ、名前の由来なんですけど、まあ、型にあるから剣という字がついているのはまあまあ当然ですね。で、この井戸の井で生って読むんですけど、これの意味としては、まあ、湧き出る。まあ、井戸と同じような感じですね。湧き出るとか、あと始まるとか、そういう意味があったり、あと、まあ、場所的に、この肩の裏の、ちょっとね、凹んでるところにあるようなとこなんで、まあ、井戸のようなイメージを持たれて、昔の人がそう、名付けたんでしょうね。知りませんけど。はい、すいません。
ということで、本日は、肩こりに効く健生の紹介でした。どうぞお大事に。